男女共同参画に関する読書会や勉強会講演の企画などをしていらっしゃいます。今日こちらでは大人の目にも答えうる絵本をご紹介いただけるということです。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。私たちはエガリテというグループです。でエガリテとは、フランス語で平等という意味です。で私たちのグループは平成16年度の中央区男女共同参画講座というのをこのブーケで行いまして、具体的にどんな講座かと申しますと男女共同参画に関する講座や講演会の企画運営を行うにあたりまして区民のスタッフの皆さんに協力をしてもらおうという区の方針で私たち一般の区民がしまして研修を受けました。で実際に企画書を書いたりとか実際に講演会を企画したりとかいうことで約1年近く研修を受けまして、でそのままスタッフとして今も残ってこのブーケで行います講座とか講演の企画に携わっている方も何人かいらっしゃいます。でエガリテはその中で、勉強してきましたグループ人たちがせっかくですからそのまま勉強続けましょうということで作った自主グループで、今年でちょうど10年になります。でメンバーは少ないんですけれども皆さん好奇心に、燃えた方々の集まりで最初の頃は、順天堂大学の先生をお招きして女性の体とか性差について勉強しましたり、であとは、女性の今までご活躍なさった方々のゆかりの地を訪ねて歩いたり施設見学、例えば樋口一葉の記念館とかあと白洲雅子さんの武愛荘とか岩崎千尋美術館とかを訪ねて歩いたりもしています。でここの、ブーケ祭りには今回は大人でも楽しめる絵本をぜひ皆さんに紹介しようではないかということで、ここ何ヶ月1ヶ月に1回の定例会なんですが絵本を一人の方に読み聞かせていただいて、私たちがその本を聞きながらその素晴らしい絵柄や内容に皆さんすごく感動して、ぜひこれをブーケ祭りで展示してみようということで今回展示しております。場所は3階の研修室3です。例えば、この絵本は、セーターになりたかった毛糸玉、皆さんご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。これはルビナスさんというとっても絵が綺麗な絵本なんですが、私たち大人の目にも心にも答えうるとても素敵な絵本です。でその絵本を、上の方その3階のブースで展示しておりますので、ぜひ皆さんお時間がありましたらお立ち寄りください。